はい、どうもエンタのゲームインザボックス、引き続き絶対絶命都市やっていきたいと思います。はい、今回からね、番外編ということで、全エンディングを目指すということでね、やっていきたいと思うんですけれども、全エンディング、まあ、前回話しましたけれども、全部で7つのエンディングがあって、今回1回目に見たのは、マリさんと普通にエンディングを迎えるやつですね、これを見たんですけれども、全部で7個、これをまあできる限り効率よく2周目で撮りたいんですよ。まあ、2周目だけじゃ無理かもしれないですけど、まあ、できる限り2周目だけで撮りたいので、まあセーブをいくつか作ってですね、できる限り効率よく撮っていきたいと思います。で、まあもう一個、もう一点としては、その、陣内図フォト、これを埋める。これおそらく全部のエンディング見れば自動的に埋まるものやと思います。わかんないですけどね。実際どうかわかんないですけど、まあ多分埋まるでしょう。で、もう一個、コンパスを取る。このコンパスも、ちょっと攻略サイトの方を参考にしてですね、ちょっと取っていきたいと思います。これも何個か複数の、セーブを作るので、それが共有されているのかわかんないですけども、まあできる限り、これも全ての、取りたいと思ってます。コンパスを。はい。ということで、なるべく効率よく、この2周目でエンディング、コンパス、陣内図フォト埋めるという目標でやっていきたいと思います。ロードゲームでいいんかな。この1周クリアしたこの記録を使って、ゲームを再開するということですね。これで最初から始まると思います。で、まあ、今回もう番外編に入ったんで、もう一部は飛ばしていきます。編集でカットしていきます。まあ、こういうカットできるムービーシーンはもうそのままカットして、どんどん進めていきますんで、まあいわゆる僕のこのゲームチャンネルを昔から見てくださってる方はわかると思うんですけれども、デメント方式でやっていきたいと思います。デメントのね、実況の時も、全エンディングを見るっつってね、だいぶカットして2周目はやってきましたんで、そういう感じでちょっと今回もね、絶対絶命都市は、カットしながらやっていきたいと思います。ということで2周目スタート。ド派手に転んだわ。来るの知ってたから思いっきり走ったけど、やっぱ振動には耐えられないんだな。よし、オッケー、ファースト給水所ね。これちょっとさっきセーブしようか。セーブを、セーブ2にしましょう。セーブ22。はい、セーブ。OK。これでいいんかな。で、水飲もう。これで、非常袋をね、回収するんですよ。オッケー。うまい。これ自動的に読まされんね。はい。そしたらレストランの方行きましょう。ジャンプね。はい、ダッシュジャンプ。ダッシュジャンプミスだね。はい、ダッシュジャンプって分かってんの。ダッシュジャンプミスるんだ。何してんの、ウリュウ。何してんのなあ、俺のウリュウ何してんのよ。はい、飛びなさい。またこうやってるうちにまた喉が渇いてくだろう。本当に
すぐ水を欲しするね、君は。先に水だ。よし、いいぞ。あ、そういえば絶対絶命都市って絶対絶命都市1と2が、PS アーカイブスでね、近日中に配信予定ということでね。あ、もう一生懸命Amazon の中古で買いましたけれども、それよりお安い値段で、中古で買うよりもお安くね、ゲームアーカイブスで配信が決まったということでね、まあお安くできますよ、今なら1000円やったかな、うん、確か1000円で配信よって言ってましたから、そうかと思ってね。いくらで買ったんやったかちょっとこれ忘れましたけども、そんなお高い値段を払わなくてもゲームアーカイブスでね、このゲームできちゃうんですよね。うん、いいか、水槽割れるぞ。俺は知ってんだからな。おっしゃー、俺知ってた。そういえばここら辺何も調べんかったな。あ、レジ、あ、レジか、あ、現金抜いてある。お得なポイントカードサービス、当店もしくは姉妹店バビエッカにて10ポイントでワインを1本サービス。すごいな。それめっちゃすごいサービスやで。ワイン1本サービスでしょ？すごいな。何円で1ポイントか知らんけどやな。還元率意外と高いんじゃないのそれ。これは？浜辺の風景の絵だ。浜辺の風景の絵ってもうそんな絵飾らんでもこんだけ海がいっぱいあるのにな、このレストラン。いるかね、あの絵。OK。まあゲームアーカイブス配信決定でね、まあ、ちょっと興味のある人が増えてきたんじゃないかな、このゲームもね。おお、まあ今なら1000円でできますから、ぜひともねやってみてほしい作品ですよ。面白いのは面白いから。あ、そうそう、前回からちょっと暗すぎたんでちょっと明るさ調節 しておきました。昨日正午過ぎに首都島周辺で発生した地震は現在も、あ、このラジオ飛ばされへんねんな。あ、じゃあ編集で買ったやな、こんなん。こんなんは編集で買ったやわ。OK。もう崩れるポイントも分かってるからさ。あ、ちょっと高いところを知らなかったから。ちょっとここ高かったんだな。そこで負傷を負うとは思ってなかったからさ。なるほど。また一つ学んだ。じゃあロープを取りに行こう。ロープ取ってだね。これこっちに飛ぼう。よし。うまい。うまい。もう俺もう絶対絶命都市のプロだわ。今の身のこなし。ね、素晴らしい。はい、ロープ持ってるからね。ちょっと待ってる。私はロープを持ってるからさ。ちょっと待っといてくれたらすぐ助けに行くよ。よい。よしよし。よしよし。このムービー飛ばせんのかいな。さあ、まあこれでな、相澤さんとね、出会いました。ここでね一つポイントがありまして、エンディングなんですけれども、
相澤さんと見るグッドエンドということで、なるべくね、相澤さんにこまめに、お水をあげた方がいいということで、水をどんどんあげていきます。はい。相澤さんと見るグッドエンドには水をあげる、これ重要って書かれているので、水をまあ大量にあげるというところをですね、をしながらですね、まあその、グッドエンディングに向かう選択肢等々をやっていきたいと思います。はい。とりあえずもうこのセーブ複数作りますけれども、とりあえずこのセーブでは、相澤さんといいルートに向かいたいので、水をひたすらこの間ね、どんどん上げていきたいと思います。なのでね、今、水をあげましょう、もう。まず私が飲む分ね。これは私の分。で、これをあげる分。ありがとう。いや、いいんだ。まあ、こういう感じでちょっとやっていきたいと思います。もしかするとカットする部分の中でこうやってね、相澤さんに水をあげてるというところがあるかもしれませんけれども、まあそれはご了承ください。もうただゲーム中にはもうただひたすらに相澤さんに水をあげてるんだというところはね、認識しておいていただければと思います。ちょっとよし登れそうにね。もうお水でお腹がいっぱいですみたいになるぐらいにこうもどんどん上げることにします。どうやって？すいません、僕が？そう、すいません。めっちゃ嫌そうやったな。ウリュエンタ大になることめっちゃ嫌そうやったもんな。これでめっちゃ重そうな声上げるでしょ、んなーみたいな声上げるんですよ。めっちゃ失礼やんな、女性に対してめっちゃ失礼って。あ、ここ重要です。ここ励ますを選んだ方がいいみたいですね。まだ助からないと決まったわけじゃない、うん、これはグッドエンド見るのに重要な条件。そうですよね。だよ、そうだよ。とかこの頃2人はまだ服は綺麗やったやな。だんだんボロボロになっていくんだから、これ。物語進むにつれてだんだんボロボロになっていくからさ。ありがとう、はい、飲みなさいね。お腹パンパンになるまで飲みなさい。お、これか。あったあった。これだ。風水ラバンって読むんかな、これ。こんなとこにコンパスあったんですね。はい、取りました、コンパス。これで下に降りてくんか。はいはいはい。なるほどね。もう、それを知らずにどんどん下に降りちゃったからね、僕は。一周目。降りろ。相澤さんこけてたけど降りろ。お、これなんだ。ルーペ。ルーペ装備したところでどうなるの？ルーペ越しに見てるわけじゃないでしょこれ。ルーペの使い道がわからん。こうやっていろいろ見つけるけどさ、なかなか使い道のわからないアイテムがいろいろあるんだよね。あ、こんなとこにもあった発煙筒。発煙筒か。もうそんなアイテム乗らないんじゃないの？で、ここに給水ポイントね。あ、飲める水。飲もう。余震がある中飲んでるけどね、水を。
余裕しゃくしゃくで雲、うん、ついでに雲、よし。マリさん、水はいかがかい？包帯と軍手が取りづらいんだよな、これ。いや、聞きたくないラジオを聞いてる。聞きたくないラジオを聞いとるな。ちょっとこれは聞きたくないんだ。おー、取れた。確かバールのようなものがどっかにあるんだ。おこれかな。あったあった、バールのようなものね。うーし、バールでこいつをこじ開ける。あの暴走してるパトカーは何やんだろうな、誰が運転してんのやろ。物語一周してみてもいまだに真相があんまり見えてこないな。何の伏線なんでしょう。じゃあこのままコンビニに向かいましょうか。わあ、ていうかもうこの時点で箸めっちゃ揺れてんねんな、上の箸。こんな揺れてたんや。先に給水しとこう。そして相沢さんに水を飲ませよう。間違えた。また自分で飲んでもうたわ。ありがとう。いや、いいんだ。いいんだ、いいんだ、あんなもん。いくらでも水あげるからさ。これもグッドエンドのためだ。いくらでも水あげるから。お、来るぞ、地震来るぞ。ジュースの素。じゃあどうしよう、グラサン取っとこうか。装備しとこう。はい、怪しい。見るからに怪しい。レジスターが開いている。いくらか現金が入っている。現金を取りますか。現金を取りますかの取るがこの盗むの取るになってるっていうね。両親とがめるわ、そんな字書かれたら。それは取りたくないわ。いくらゲームとはいえ、なグランドセフトオートじゃないしやな、このゲーム。ということで、お金取りませんでした。なんか取ると、相沢さんが怒るっていうくだりがあるらしいんですけどね。そのシーン見てまで悪いことしたくないね。ということで、やらずに行きます。はい。